トカゲさんがトカバナナを始めた経緯教えっとですねトカバナナを始めた経緯はもともとコロナ禍になる前は実は自分が結婚したんですけど一回離婚しちゃって一軒家が空きになってたんですそこを最初は民泊にして民泊のオーナーになって東京オリンピックのインバウンドとか あの、選手の家族とかを、えっと、専門に止める民泊でエアビーとかで貸し出してツアーに行こうかなとか思ってたんですけど、東京オリンピックが、えっとですね、無人観、観客、無観客試合ってことになって、これはダメだと、いうことで、まあコロナ禍もあって飲食とかやりたいなと思ったんですけど、なんかキッチンカー、 で、なんかできることないかなって、こう、180度展開して、それで原宿の先輩が出してる服屋があって、そこの軒先に車が1台止めれるってことで、そこでなんかやろうってなって、で、バナナデュースをやろうってなったきっかけは、結構自分があのー、手術とかを結構、人生で何回かしてたりして、その時に、 喉と、まあ、じ、恥ずかしい話なんですけど、自脳手術をして、それで、流動食を食べなきゃいけないという時期が、通算で2ヶ月ぐらいあって、その時に、いろいろと試行錯誤して、作って、流動食としてやってたのが、バナナジュースで、もともとバナナジュース好きだったんですけど、まあ、好きな果物も、もうトップ3に入るぐらいバナナが好きだったんで、 それでなんかバナナジュースいろいろ作ってたらバナナジュース作るの上手くなっちゃって。それでまあ、じゃあ何やるかってなってゴールデンウィークに始めることでバナナジュースでいくかと。まあ自分のキャラにも合ってそうだなということで。とかバナナ始めました。よろしくお願いします。原宿でやってます。来てください。上。メニューをすべて考案されてるのもトカゲさんですかメニュー自分ですね。ちょっとくだらないメニューなんですけど、ごまきなこ味で、えごまき。 えとですね、チョコレートバナナがゼロムレバナナっていう名前ですね、えー、まあ別にただダジャレなんですけどえっ、ー、とですねあと、えー、ミックスベリーバナナが、えー、とドルチアンドバナナ <laughs> そしてですねえっ、ー、とアーモンド味のバナナジュースがアーモンドシュワルツェネガーえっとですねあとハロウィンっていうパンプキン味と,、えー、とポッパイっていう 野菜味そして、えっと、グラノーラのせの、えー、グランマっていうメニューとあと,、えー、っとまだ出してないんですけど抹茶味の抹茶ん。